菊池さん、ふっと見た上州屋が今あって、衝動買いしちゃった。これいや、まあそれはいいよ、これガサガサ、これは魚心チャンネルだから。で、今衝動買いしたのがこれなんですよ。この間四国長江でラパラエリートじゃなくて、あのラパラのクランクベイトでもう50匹ぐらい釣れちゃったじゃん。うん、釣れたね。それ見てやっぱラパラのすごさっていうのをまた思って、ね、今回こちらラパラカウントダウンエリートで今からちょっと90分ぐらいだ、もうちょっと夕方近いからね、うん、こっから車でパーッと飛ばして、うんうん、90分しか釣りできないけど90分で1本出るか、出る出る、ちょラパラエリート長江やろ、ちょっとロストしないでね、これ。これはシャット、シャットとカウントダウンみたいなもんよ。で 10g で根掛かりもするかもしんないけど、カウントダウンのエリートだから着水するじゃん、スーッと沈みながらエリートって動くから。じゃあちょっとね、エリート1時間投げて釣れるかな、菊さん釣れるかな1時間で。あ、微妙だけど、まあ釣ろうよ。うん、なんて書いてある、カウントダウンエリート75。菊さんもこれ使うか、それでいくよ。カウントダウンエリートかっこいいね、今買ったばっかり。かっこいいねこれ、なんか、うん、なんかカウントダウンは釣れるだろう、釣れそう、これ釣れるでしょうか、1時間超。雨が降ってきてる、釣れねえかな。あ、ちょっと1匹でいいから、ちょっと1時間で1匹取れるか、カウントダウンエリート。結構沈むねこれ。おお、まあカウントダウンだからね、結構沈む、根掛かりするから気をつけ。エリートで一発出したいね。エリートで一匹でいいよ、一匹で。エリートで一匹取ろう。土砂降りの中で粘ってやってんだけど、めっちゃいい動きしてんだけど、ちょっと今日反応ないっすね。この界隈だとね、3時間キャストし続けて1本釣れたら上出来っていうフィールドなんで、3時間ずーっとノン休憩で投げ続けて1本出れば上出来っていう。8時間僕5年前か8時間休みなしで振り続けて坊主ってこともあったんで、まあそういうフィールドなんでね。釣れた釣れた、おいでかいぞ、釣れたぞ。なんだろう、なかなかのサイズ、なんかナマズっぽいな、わかんない、なんかくねくねしとる。カメや、カメ釣れ、カメや、なんかクネクネして、カメ釣れちゃった、引っかかっちゃった、ごめん、ミドリガメ釣れちゃった。物を勘しようと思って暗くなって薄暗くなってきたから、当たって重くなったんだよ。そしたらクネ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 って当たって飼育する、ミドリガメ、ちょっとルアー取るわ、かわいそう、足に引っかかってる、ほら、でも当たって重くなったんよ。でグネグネって言って、バスっぽくねえからナマズかと思ったらミドリガメや、飼育するわ。飼育するの？もちろん、うちの巨大池で療養してくれ。やったカメやん、ごめんね亀井くん、釣っちゃって。一応特定外来生物で、まあミドリガメ駆除しようなんていう動きも多いんだけど、まあうちミドリガメいっぱい飼育してるから、これ老齢個体だね、20歳いってるわ年、オスメス見とくわ、うん、オスっぽいね、うん、メスかな、ちょっとわかんない。亀井くん、これでうちの家族になったね。とんでもないもん釣ってさまったよ。エリ、あ、取れた、ごめん、取れた。自然に取れた。よかった。エリートで初めて釣ったのは、今日からお前は俺の家族だよ。亀釣りや。ほんまに。ちょっともう帰らなあかん、お前。暗くて薄暗いから。よいしょ。あ、車高改造駅にやってきました。よし、カメちゃん天然の川で取ってきた、うん、結構年いってるね、
見たら分かるな。うん、甲羅で分かる。15歳、20歳ぐらいかな。もう甲羅で分かる。はい、君の家。ほら。うん、これ車庫改造池で、池になってて、いろんな生き物飼ってるんでね。鯉とかね、ミドリガメもいっぱい飼ってる。で、今日1匹仲間が増えた。ミドリガメちゃん。ありがとう。すっぽんも2匹いるからね。あれ多いんかも。